梶原一騎三兄弟の武勇伝シリーズ、牧久夫先生が中心となるトヨタ自動車空手部のコンテンツ、全日本空手道連盟実業団空手部、その全日本大会で自分が直面したことなどを前回話したんだけども、俺がね、正式に月刊空手道の編集員になった、その翌日に開かれた日本武道館で全日本実業団選手権、入社して翌日に右も左もわからないよ、だって寸止めなんか。でもいろいろあって取材に行って、何にもわからないところで見ていたら、えっという面白い空手部の集団が目に入った。一見して伝統空手、寸止めの連中の着ているような空手着とは全然違う。大体寸止めの伝統空手の人間は、長い、そして細い空手着の袖、下はモンペのように足首が丸見えになって、すねも見えるような、そんな、あれはね、東海道っていう会社が作ってるんだけど、その公認空手着をみんな着てる。その中で明らかに極真会館関係の団体が着ている空手着、これはまたイサミという会社が作ってるんだけども、ダボっとしてね、寸止めの人間はなんだあんなものってかっこ悪いって言うんだけど、逆に極真の人間に言わせると、なんだあの寸止めの格好は、モンペじゃねえかっていうような、もう人目見てわかるわけだよ。当然自分が行った実業団大会っていうのは、全日本空手道連盟傘下の寸止め空手の組織だから、みんなモンペ空手に来てるわけだよ。モンペ空手をね、その中でダボっとした、今度は寸止めの人間にはだらしねえ空手だって言われてるような、極真特有の空手着を着てる連中がいて、あれなんだこいつらと思って見ていたら、もう一回戦から反則よ。寸止めなのに極真ルールでやってるような、下段蹴ったりして最後まで団体戦やんなかったんじゃないのかな。2人ぐらいまでやって反則って言って、まあ反則負けって、で興味を持ってその空手部の連中のところに行った。すると彼らはトヨタ自動車空手部のものですというわけ。トヨタ自動車の空手部っていうのは極真なんだって言ったら、違いますよって、ほら当時ね、今もそうだけど、極真のアリューとかさ、極真ルールやるところってみんな極真界って見間違うような刺繍が入ってんだよな。どんな意味があるんだかわからない。よーく見たらトヨタ自動車って入ってんだろう、だから極真じゃないって言うんだけど、じゃどこなの、巻道場ですよ、巻道場って入ってるわけでもない、トヨタ自動車だって言うんだけど、要は自分たちは巻先生の門下生であり、その門下生が集まってトヨタ自動車の空手部認可を取ったという、
トヨタ自動車の空手部イコール牧道場の会員だというようなこと、なもんだから急に、気持ちがね、あ、親戚じゃんっていうような認識で親しくなっちゃった。ただ試合は反則負け。いいのかなって思いながら。ただ、一人だけね、そこにね、試合出なかったんだけど、明らかに、モンペ空手を着て、うん、モンペ空手着を着ている、極真系の空手をやったイメージが全くない、まあ、中肉中背の人が一人いて、やっぱり異質なんだな。異質なんだな。で、声をかけたら、自分は、まあ、トヨタ自動車の空手部に入ってみたら、そこが牧道場だったっていうわけで、もともとその人は伝統空手、確か一刀流だったかもしれないけれど、三段四段の腕前を持っている。とはいっても、とても、紳士的なね、いい方だったんだけれども、でも何のかんの言っても天下のトヨタ自動車の空手部が牧先生の牧道場のメンバーだとはちょっと驚いたり笑っちゃったりして、で、仲良くなったんだな。それで、1989年、88年あたりだな。自分が月刊空手道の記者として、右も左もわからなかったけれど、ちょうどその頃は、自分が編集長代理になっていた頃、まあ好きなように雑誌を転がしていた頃、それまでは自分は実業団大会にはそれ以降ね、83年のそのトヨタ自動車の連中と会った、それ以降行ってなかったんだけれども、トヨタ自動車の空手部の連中から連絡が来た。今度の何月何日にまた全日本実業団大会があるんだけども、よかったら取材に来てくださいよって、ああそういうもんだから、ああどうなの調子はって言ったら、中部大会ね、地方大会で3回戦突破したと。寸止めで戦うにしても3回戦突破したんだ。じゃあまず取材に行きますよって取材に行ったら、ちょっと様子が違うんだよね。前回行った時は一人だけ例外でほとんど、いた、その場に、道場にいた、道場じゃないか。その、一人だけ例外で、ほとんどが、牧道場の門下生だったんだけれど、次、まあ、5、6年経っているから仕方がないにせよ、急に、門兵、空手着スタイルの人間が増えていて、5対5、極真、牧道場の空手着を着ている連中と、伝統空手のモンペ空手着を着ている連中が5対5ぐらいになって、仲良くしているんだけど、
練習をまず大会の前に取材っていうことで行ったわけだけども、あんまり良くない。何かというと、前回は実業団の大会で1回戦で反則負けになったけれど、みんな生き生きしていたのがなんかこじんまりして、そこの空手部を支配している空気というのが、巻き道場というよりはもう完全に寸止め、伝統空手の人たちがリーダーシップを取っているような雰囲気だったんだよな。まあ仕方がないか、別にここは巻き道場じゃないんだから。たまたま巻き道場の門下生がトヨタ自動車の空手部をオープンな形で部、クラブ活動をしているわけだから。だから巻き道場のメンバーも半分はいるんだから、でも大会は寸止めなんだから、稽古はまず寸止めを中心にやったとしても、後半は元々の巻き道場、つまり極真スタイルでやるとかさ、共に寸止めの選手たちと極真系の連中がうまくやっているんだったらいいなと思うんだけど、まあだから地方大会で3回戦突破したっていうのは、まあ納得するわけです。巻き道場に入っていない、明らかに伝統空手をやっていると思われる人たちも決して悪いわけじゃないんだよ。みんな真摯でしっかりとしてるんだよ。だけども何か噛み合ってないんじゃないか、これはどういうことなんだろうなっていくらなんでもと思ったのは、稽古が終わった時、極真が正座して黙想してありがとうございましたと、押す、押すってやるわけだけど、そのモンペから定義を着ている方たちは同じように正座していたんだけど、立ち上がった時押すってやらないで、ありがとうございました、ありがとうございましたってやるんだよね。そこもまあバラバラなのかというところで違和感を俺は持った。たまたまそこにね、牧先生はいなかったんで、何もことは起きなかったんだけど、ただ帰ってから牧先生に報告した。まあそれはしょうがないわなっていう。だって全空連がやってる寸止めの大会なんだから。で、巻き道場じゃなくて建前はクラブ活動なんだから、巻き道場の前にトヨタ自動車空手部なんだから、それしょうがないかなっていうような。巻き先生っていうのはよく言うように、一見するとちょっと怖いとか反社の人じゃないかなんていうところあるけど、親しくなってみると全然そういうところがない、とても常識がある方なんだよ。だから当然のように、そんな、まあ俺に言わせるとね、教科書通りの返事をマーキ先生言わなくても、もっとちょっとあいつらに潰してやるかみたいなこと言ってもいいのになぐらい。だってもともとは巻き道場なんだからって、まあそれも言わないで、まあ仕方がないわなって。で、先生、また武道館なんだけど行きますかって、顔を出してみるかななんて。で、もし行くならば先生自分迎えに行きますから、会場のどっかで会いましょうよっていうような話を、
それで大会当日、1988年、89年かな、全日本実業団空手道選手権大会を先日取材に行って会った人たちで、レギュラーはみんな全空連なんだよ。巻道場の方たち、もともとは主将とかいたんだけど、主将であってもみんな補欠なんだよ。ちょっと俺がっかりしたね。うん、言いようのない疎外感を俺は感じた。牧先生がどうなのかなと思って、サングラスしてるから分かんないわけよ。ただすぐね、すぐ武道館の外に出てタバコ吸っちゃってね、タバコはよく吸う人だったけれど、俺も付き合っちゃってね、はあ、つまんないですね、なんて言って、まあしょうがないよなって、やっぱり物分かりのいいことを牧先生言うわけだ。あれよあれよって言ってる間に大会は終わっちゃった。あの頃、あの時に抱いた違和感がさらに強く、そうすると最初83年に見た時、みんなモンペ空手着着てる中で極真の空手着を着て、試合で反則はどうのこうのは置いといても、こうやって自由奔放に俺たちは巻道場なんだみたいような、なんかそういうプライドを感じたんだけど、その89年春は全くそういう気概もなく、まあ選手として出てるのがみんな伝統空手の人だからね、仕方がないんだけど、面白くねえなって思いながらも、結局蓋を開けて大会を見ていったらベスト8に入った。6位だったかな。うん、ベスト8に入ったのよ。へえ、すごいじゃん。大会の結果としてはだよ。うん、ベスト8だ。ということで、牧先生がね、まあ心は複雑だったんだろうけれど、今日はちょっとじゃあ宴会やろうって言って、牧道場でね、あの渋谷っていうかあっちの。で、みんな集まってきて、まあもちろん極真というよりは牧道場の門下生のみんなは買い出しに行くし、寸止め、つまり伝統派のトヨタの空手部の連中も腰は低く、こうやってみんなで買い物に行って揃えて、みんなしてそうだな、10名から10、俺とあと一人誰がいたかな、佐藤ってやつから、そして牧先生とトヨタの空手部年中とか10人ちょっとだろう。で乾杯ってやってるわけだよ。あんまり楽しそうじゃないなって思ってさ、牧さんが、うん、自分から行くのも失礼なんだけど、ちょっと俺の方から、あ、先生って言って、いろんな話をしだしたんだけど、普通だったら牧先生ね、ビールなんて一本一回飲んだらすぐウイスキーのロックかストレートなのよ。それいつになってもビールをチビチビ飲んでんだ。やっぱり面白くないんだろうなと思ったら、今度はまあ選手たちが思いのほかベスト8に入った。全日本大会でね、ベスト8っていうのを正式に言うと6位か、入ったと。っていうんで、どん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 、まあ、ね、試合の後だし、リラックスして、
緊張していたのがね、だん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 高揚してきて、酒も進むわ。特に選手として試合をやった寸止めの部員たちは、だん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 大騒ぎしだすわけだ。相変わらず酒癖が悪いやつっていうのは必ずいるんだよ、一人か二人ね。で、まさかと思ったんだけど、その83年に初めて自分がトヨタ自動車の空手部の方たちと会った時に、一人一刀流の黒帯がいたと言ったわけだけど、名前は松なんとかさんって言っていたけど覚えてない。その人が意外に酒に弱いというか知らんっぽいところがあってね。でそのうちに俺たちが入っておかげでこうやってベスト8に、世界のトヨタの名前を俺たちが守ったんだみたいような形でだんだん言い出してね。でそういうちょっと酒癖が悪いのがだん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 燃え上がってくると、さすがにね、上ばみのように酒を飲む牧先生も、逆に他人が盛り上がってくると冷静になってきたんだよね。っていうよりもしらけてくんだよな。で当時はもう俺は本当にお付き合いでビールコップに2杯か3杯ぐらいしか飲んでないけれど、牧先生もちびちびちび飲んでたけど、だんだんイライラしてくるのが分かって、で絡んでくるんだよね。俺がよく覚えてるのは、だから俺たちが試合に出たおかげで世界のトヨタのプライドを俺たちが守ったんだなんていうような言い方かな。そこでハッて気がつくと、牧先生がお前らの 声がよく皆さんが知ってるような声に変わる。普通はもっと軽いんだけどね、低くなっちゃって、お前らな、ここはどこだと思ってるんだ、お前らトヨタ自動車の空手部だ、そりゃいいよ、ここはトヨタじゃねえんだぞ、脇道場なんだ、それを脇も入ろう、なんて言い出して、なんだだってなんて、もうあこれはやばいな、絶対やばいな。で俺はまあ一応トヨタの牧道場の門下生も知ってるから、彼らが極真ルールでやれば決してあんな寸止めの連中に負けるはずがないと思ってるし、うん、やれやれって心でワクワクしてたんだけども、じゃあお前ら相手にし、牧道場って言ってもトヨタ自動車の部員ですから、自分たちはなんて、自分たちは牧道場の人間じゃないですからなんて、まあ、酔っ払ってっからさ、ひどいんだよな、俺大嫌いなんだけど、そういうの。そういうのは大嫌いなんだけど、面白くなるなと思ってワクワクして。で、トヨタ自動車でも、牧道場の門下生たちが立とうとするんだけど、もう牧さんが抑えて、俺がやるって言うてから、じゃあお前らみんな相手にするから、立てって言ってよ。酒、ちょっとみんな、丸くなってた。みんなしてエンジン組んで飲み食いしてたんだけど。場所開けろ、そんなに広くない道場なんだね、牧道場は。でベンチプレスとか器具が端っこの方にあるから、なおさらそんなに広くはない。でもまあ3組ぐらいがスパーリングやれるぐらいの広さかな、うん。そこに牧さんが立って、お前ら来いやって、うん。牧先生は空手については後々空手を知らない牧久夫って言って、俺のことを早稲田の不良って言って、そんな感じになって呼び合うようになったけど、まあ空手そのものは空手というこの
一つの様式にルールによって作られているスタイルで言うならば、牧先生の力というのは俺が思うに壮年部の黒帯、壮年部のレベルだと思う。ただあの人は俺がここで書いたように、梶原一騎青年の中でね、もうガキの頃からの悪で、鑑別云々ではなく特攻という特別少年院に入ったくらいで、いわゆる喧嘩殺法っていうのかな、あまりかっこよく言いたくないんだけど、喧嘩のテクニックっていうのかな、修羅場を随分くぐり抜けてきたって言ったらいいのかな、とにかくそういうところの度胸がある人なんだよね。それがだから道場や試合の空手とストリートファイトの違い、その一番の例が芦原秀行だけども、それでね、牧先生は、俺は牧先生の組手見てて分かったんだけど、まあ実力は、まあ空手という一つの、この、様式の中においては、壮年部の黒帯ぐらいだって言われるけれど、実戦というか、ストリートファイトではどうなのか。あ、ともかく、道場での組手も、あれは確実に芦原秀行の影響を受けていると思うね。さばきはね、下手というかあまりやらないんだけど、その構えから、一つ一つの動作だね、シュッとかさ、決めるところとかさ、もう本当に芦原秀行の影響を受けてるなっていうような、かっこよさっていうの、モノマネでやってもかっこいいわけ。こうやって牧先生こう構えてくるからね、こうやってこうやってね、そこもまたあちら先生そっくりなんだよ。でついてこい、やってこい、もうみんな顔面ついてくるの。牧先生の顔に何発も入ったよ。だけど俺いつも言うよね、寸止めの顔面への突きっていうのは大体は痛いけど効かないんだって。だから突かせて、裁きじゃないけどさ、道着持ってさ、バカーって顔ぶん殴ったりして。でもまあ、牧先生も口から血出したような気がするけど、でも相手5人か6人いたからね。でも全員じゃなかった。3人ぐらいで終わったような気がする。その代わりは喧嘩殺法だからね、むちゃくちゃやったね。それで俺は見直したんだけど、それが1989年頃の話、2006年大山マスターズ青年を出した時には、空手を知らない牧磯って書いちゃったんだけど、それはそれとして、そういうふうにあまり認めてなかったこの俺が、まああれは空手って言えないなと思いながら、もう何でもいいんだよと、むちゃくちゃやって、牧さんってやっぱり若い頃からこれだって、後々ね、後々もうあれから20年近く経って、20年以上経ってか、順序梶原一騎青年をね、書くんで取材して行った時に分かったんだけど、あ、これ本物もんだって、こっちの世界ではね、牧先生はね、とにかく特攻に、あれ、一歩間違ったら少年刑務所なんだ。そこの境目っていうのを一つどうしても超えなかった分だけ、
特別高等少年院で進んだっていうところがある。その自力っていうのがね、割るのその割るの自力が爆発したみたいな感じね。まあ俺はスカッとしたよ。でスカッとしながらどっかでここのゆっくりその時じゃないけども、また日にちが経って、いや牧先生そういった空手はやっぱり少年クラスだななんて思うところもあるんだけど、あの度胸とかまたあの人間的なところを親しくしていく過程において、まあ俺はほんまもんなんだなって、初めてその時にこの人は空手どうのこうのよりも捨て頃っていう言葉は俺好きじゃないんだけど、要はストリートファイトだよ、殴り合いの喧嘩になったらこの人はちょっと普通のレベルじゃないんだなということを実感した。それから俺は急激にいろんな意味で牧先生を好きになっていくんだけどね。うん。牧先生の話はまだまだいろいろあるけれど、次は梶原一騎三兄弟武勇伝で言うならば、三男の高森久志先生、あの方の武勇伝を次はやらせていただきたいと思います。とりあえず牧さんのあの迫力はかっこよかったなと。そうだよね、89年だもん、今から考えると30年ぐらい前だろ。牧さん今湘南の方で梶原先生と一緒にお酒を飲んでるでしょうか。本当に人の見方っていうのは大きく変わる、そういうことを教えてくれた方だったなと思っています。遅くなってすいません。これが牧久男のトヨタ自動車空手部における理由です。ありがとうございました。